なんか絵の具で買いました。永遠にこれ歌ってます。シュトーレンです。もう10年以上の付き合いになるね、あの喫茶店のおばちゃんのところを買ってます。シュトーレンはクリスマスまでに食べきるのが正解だそうです。永遠に歌ってます。あ、そうそうそう、その小人ね、小人だったんです、それ妖精じゃなくて小人ですね。ピックっていうね、妖精です。ケーキを切るんですか、なんかすごいリンゴを頑張って切ってます。小焼きチャンネルを流してるんですけど、完全に書き消されてます。絵に歌ってますね。繰り返してもこれだけなんで、ね、あ、そうそう、敗北宣言だそうです。負けだってよ、どまい。はい、こんな感じがあります。多分この声もかき消されてます。